キジェットプロ。セリフはいただかなくて大丈夫だと思います。で、皆さんなんか証言説明なんかされました？いや、ないです。なんか今回ゴキジェットプロってゴキブリのそのアースに出してるスプレータイプのゴキブリを殺すやつです。で、なんかこの商品のなんか売りが秒速ノックダウンっていう、はい、商品で、まあ、すぐ殺せ暴れさせない、飛ばさせない、隠れさせないっていう効果でございます。まあ、それを井上さんのそのパンチで、なんかその商品とかければいいなと思って、で今回その、ゴキブリが、モンスター化されてて、井上さんがそのアースジェット、まあ、美人化みたいな感じで、ゴキブリと対峙して、ゴキブリを井上さんがその一発一発で吹っ飛ばしていくっていう感じになっています。で、今回順取りで、まずそのなんか今回ちょっと勝手に設計としては、井上さん世界チャンピオンが日本の路地じゃなくて、海外の路地っぽいところで、ゴキブリと対峙するってなります。で、後ろからゴキブリがこう井上さんにさーってすごいスピードで寄ってきて、それに気づいて振り返ってカウンターでストレート。はい、で、一発目のゴキブリをぶっ倒します。で、すると、気づいたら何匹かのゴキブリに囲まれている。ちょっと待ってね。ちょっと映像を見ながら。ああ。そんなバカみたいに起動しなくていいからもう一個コース、これよ、長いでしょ。の人はそれでいるから、その時またあのバンテージだけ巻くシーンとかちょっと撮らせてくださいって言うんですよ。すごいな、本当新品な。もともと新品みたいです。見えないね。おいで。あ、こんにちは。お疲れ様です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 。はい、じゃあゆっくりでいきます。収録よーいスタート。カメラ来てます、来てます。で、はい、で、パン、はい、これで流れになります。見たいと思います。
ちょっと編集で細かいところ編集してます。そこ横でやってください。この順に行きます。よーい、スタート。1、2、3。はいはいはい、ということですね。よーい、リラックスで、よーい、スタート。1、2、3。はい、やった。はい、行きます。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6。はい、やった。はいはい、ありがとうございます。逃げていきます。よーい、スタート。1、2、3。出た。5。はい、やった。はい。はい、よーい、スタート。1、2、3。出た。はい、やった。よかったと思います。プレイバック、いきます。よー、カメラ。はい、はい、やった。プレイバック見ます。はい、よーい、1、2、3。出た。はい、カットです。ありがとう。はい、お願いします。はい、いきます。よーい、1、2、3。出た。はい、やった。ちょっと整ったら模様をトライします。2、3、4。はい、はい、わかりました。はい、またテスト。よーい、せーの。はい、はい、よかった。はい、じゃあ行きます。回してください。お願いします。はい、行きます。よーい、せーの。はい、カットです。ありがとう。ちょっと確認させてください。回りました。いきます。よーい、スタート。はい、カット。はい、また。よーい、スタート。はい、カット。いきます、いきます。はい、よーい、スタート。はい、はい、カット。本人に代わります。はい、
ちょっと一回これテストでやってもいいですか。お願いします。じゃあ、ご決まりに別れを告げる感じでお願いします。はい、じゃあ行きます。よーい、スタート。ありがとうございます。ありがとう。皆さん手を挙げるの忘れてた。はい、いきます。はい、よースタート。はい、カットです。ありがとう。ちょっと使えるかどうか検証していいですか。今はい、ちょっと一回編集入れちゃいます。ちょっとお顔にかかります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうですか。どうですか。はい。まずは CM 撮影お疲れ様です。はい。ありがとうございました。どうでしょう。今回撮影を終えてまず率直なご意見、ご感想をお伺いできればな。感想ですか。まあ、このゴキジェットプロとの、CM 撮影、まあ、自分がどういう感じで交わってどういう作品ができるのか CM ができるのかっていうのすごく不安もあったんですけど無事に終わってほっとしてます。はい、どうでしょう。今日かなりセットもはい、こだわりがあったりとか、はい、こだわりがあったりとかしたんですけど最初入ってみて、はい、なんか驚きとか。あ、スタジオですか。はい、まあ、最初にスタジオ入った時はもうすごいセットだなと思い、はい、まあ、ワクワクしましたね。はい、先ほどどういう絡み方ができるかっていう話だったんですけど、はい、率直に最初オファーが来た時どういうふうに、はい、オファーが来た時ですか。そのまあ自分はそのプロボクサーとしての見せ方とこのゴキジェットプロのこの商品の見せ方とどういうものが出来上がるのかと、まあ、いうものをすごくまず一番最初に考えましたね。中で今日、まあ、撮影が終えてなんですけど、はい、まあ、割とこう今回商品まあ、ゴキブリに逃げる隙を与えない秒速のプランというのが、はい、まあ、一つポイントかなというふうに思っていますけども、まあ、井上さんもこう相手を秒速のクダムにするっていうところでは結構近しいところがかなりあるかなと思います。はい、井上さんもその秒速のクダム、まあ、相手を倒す時のなんかこう秘訣というか意識されていることって秘訣ですか。まあ、まずトレーニングは欠かさずしっかりやるってことは重要だと思うんですけど、まあ、やっぱり相手があっての、ボクシングなので、まあ、自分にとっては、まあ、KO でも判定でもっていう思いはありますけど、まあ、やっぱり秒速で倒した方が自分も仕事は早い方が自分もほっとするので、はい、まあ、そこは、まあ、まあ少し心がけたりはしてますね。はい、はい、ちなみにまあ、モンスターという意味を持つ井上さん、はい、正直伺ってみたかったのはゴキブリって苦手。いや、得意じゃないですね。はい、やっぱり井上さんでも、そうですね。やっぱなんか何ですかね、動き方だったりフォルムだったり、いいものではないなというのは思ってますね。結構ありますよね。はい、なんかよく遭遇されます。そんなことないですか。遭遇、ちょっとここ最近遭遇はしてないですね。はい、普段はやっぱりゴキジェット使ったりとか。もちろん家には備えているので、まあ多分どの家庭にも一本あるものだと思うんで、うん、まあ、プラスどの家庭にもゴキリプリプリは出るものだと思うんで、はい、最後に2つだけ質問させてください。はい、今回、まあ、注目の CM ポイント改めて、はい、踏まえまして一言いただけたらなというところと、はい、あとは、まあ、今年結構勝負の年っていうふうに伺っていたので、はい、まあ、番組の皆さんに対して何かこう抱負みたいな。まあ、まず注目ポイントはあれですよね。まずこの、ね、秒速ノックダウン、うん、ゴキブリも進化してますから、はい、やっぱりこの秒速ノックダウンっていうのがまず一番の注目ポイントかなと、はい、思います。まあ、自分も今年、まあ、勝負の年なんで、まあ、強豪との戦いになると思うんですけど、まあ、そこでもね秒速そんなうまくいかないと思いますけど、まあ、そこを心がけて
まあ、戦いたいなと思ってます。ありがとうございます、はい、一旦コメントの方は以上になります。はい、はい。